仮説。あれです。あ、それで、あ、皆さんもやっぱりどんどんそのこれで十分撮れるんで、あの動画を撮る練習をしてください。これが独立開業するときは、あのこうやってあの IT を使いこなすということはすごく重要になります。で、まあうちでもやってますよね、オンライン TV、BCTV とか言って。で、あれがやっぱりもうすごいなと思います。あれもっともっといろいろ使い方あるんですよ。あれにスカイプをくっつけてやるっていうのもあるんで、そうなってくると、これから例えば私の知り合いの先生とこうスカイプで会議をしてるっていうか、インタビューしてるのをまたウェビナーで流せる。オンラインで流したりできます。で、最終的には皆さんもやった時に、あの BCTV をどんどん多くの人に見てもらえるようになったら、あの今日はどこそこでやってるなんとかさんとインタビューしますとか言って、こう出て紹介したりできるわけですよ。で、お近くの方はどうぞそうあの行ってくださいとか言ってきたら面白い。その時にパンと対応できるように、あのみんなにネットに慣れてもらいたいから、あれをオンライン教材も作ったんですよ。で、パスワード入れてもらって自分で勉強してもらう。こうあれができたらいろんなものをこう安価にできますし、でしかも広く告知できるので、そのためにも皆さんもそういうインターネットっていうのは、もう好きとか嫌いとか得意とか不得意とか関係ないんで、うん、もうやらなければならないあのものなので、挑戦してください。その中の一つにその動画を撮るっていうのがあのすごくあの大事になりますので、やっていてください。で、ポイントはですね、仮説を立てるってことです。私たちはこういう東洋医学の理論というのは科学的にはなかなか証明できないんで、それをどうやって納得してもらうのか、お客さんに。それは仮説を立てるしかないです。仮説を立てて結果を出す。仮説を立てて結果を出し、そしてそれをいくつか仮説を立てて結果、仮説を立てて結果、仮説を立てて結果っていうのを作っていって、そしてそれを検証するということです。A さんはこうだった、B さんはこうだった、C さんはこうだった。A さんはこういう性格の見た目はこんな感じで、年齢はこれぐらいでこんな仕事をしてて、でこういうとこが痛かった。おそらくこの人はこういうことが原因でこうなったんじゃないかなと仮説を立てて、そして今勉強してもらう注意診断学を活用して、この人は背景に問題があるんじゃないかな。で仮説を立てて、で実践して。で背景に対してアプローチをかけて、こういう問題が解決することができましたっていう結果を出して、それを A さん B さん C さん D さんとずっとやっていくわけです。そして同じようなパターンの人が出てきたら、それをまた検証してみて、あ、やっぱりこういうパターンの人にはこうやったらいいんだなっていうことを置いとくわけです。置いとくってどうやって置いとくかというと、やはり文章でちゃんと置いとくということです。あ、まあネットでいいんで、ネットに上げておいてもらって、そしてそれをこうプリントアウトをして、いつでも出せるようにしてほしいわけです。いつも言ってるように、とにかくメモを取ってくださいとか、ね、ちゃんと書いてくださいねって言ってるわけです。で、この仕事してる人っていうのはやっぱり感覚鋭い人が多いから、みんな頭の中で完結させることができてしまうんですよ。で、自分の記憶の中に結構映像で捉えるのが上手な人が多いんです。治療家とかセラピストの人、どっちか言うと、どっちかというと右脳系の人が多いんですよ。だからダメなんですよ。私はなんか感覚っぽい人間に見えて、実は左脳も優秀なんですよ。自分で言うのもないけど、だからカチカチ得意なんですよ。カチカチ得意で文章を書くのが得意なんですよ。それをまとめるのが得意なんですよ。だから普通の町の整骨院のあんちゃんからちょびっとできるようになったんですよ。で、それを絶えず自分が整骨院やってる時からメモ取ってたんで、ばあちゃんはこんな、ばあちゃん来た、何歳で、どこが痛くて、性格はこんなんで、で、ここが痛い言ってた、だからこういうことやってみたっていうのを残してたんですよ、ずっと。それを私が初めて行ったあのレッチ高校で入らせてもらった二十歳の時に、その先生にそれを教えてもらったんですよ。で、今もそれをずっと継続してるわけです。それが今ではブログとかフェイスブックとか、私のメールマガとか、まあ、YouTube にこうやって撮ってアップしてるようになってるんですよ。とにかくそういうことをコツコツ続けるってことです。
で何か言われてパンと見せれるようにするってことです。それが溜まってきた時にもう我々いつまでたったって科学的に証明できない、レントゲンでも取れない、血液検査もできない、ね、自分ではできないですよね。病院行ってもらったらいいですけども、それを結びつけることはまだできない。まあ、いずれうちも私の目標は日本ボディケア学院大学を作ることですから、皆さんから一口100万円ずつ、ね、よろしくお願いいたします。そのためにみんなも頑張ってもらわないといけない。そうなったら本当にそういう研究施設を作って研究できるわけですよ。でも普通一回そういうエビデンスを出す、そして例えばそれを特許に出す、1000万ぐらいかかりますからね普通、うん、ちょっと私のポケットマネー、まあ、使ってもいいんだけど、うん、それなかなか難しいですよ、うん、その出すの1000万とか言われて、うん、だからそのために私たちは今何をするのかというと、そういうしっかりと自分たちで仮説を立てて実践して結果を全て文章で残す、そしてそれを検証していくということです。それができてくれば、例えばお客さんに何か言われた時、あんた本当に分かってんのとか言われたり、まあ、そんな言う人はいないと思うけど、ああいや私まだね立場ないんですけど、ところであんた何年やってるの、あまだ3年なんですけど、3年でそんな偉そうなこと言わないでよ、あすいません、でも私これだけ出してるんですけどね、ダーンってこと出してる、こんな紙でカーって書いてたら何もグーの音は出ないですよ、何も言えないですよ、あそこまでやってんのってなりますよ、うん、それを作っていくわけです。だから皆さんにいつも言ってるのはブログでもやから書きやって言ってですよ、自分はこんなしてこんなことやって、 Facebook 何でもいいから出して、それをこう貯めていくってことです。それがこうすごい力になってきますので、やっていってもらえたらなと思います。